読者の皆さんこんにちは、ベーシストの清です。今回はエデンのニューアンプである、テラノバシリーズを試奏する企画をお届けしたいと思います。では行ってみましょう。今回のアンプです。こちらがテラノバシリーズのアンプになるんですけども、すごく小さいですよね。でさっき手に持ってみたんですけども、すごく軽いです。はい。なんですけど、すごくパワーがあるあのアンプで、レコーディングとかあのスタジオはもちろん、あのライブでもあのすごくあの高出力を発揮できるアンプになっております。じゃあどんな音か試してみましょう。はい、じゃあ、クリントーンで弾いてみます。本当にエデンという感じの音でした。ローがたっぷりあって、でさらにあのその周りにきらびやかなハイがある感じですね。うん、であのエデンの音はクリーンがすごく好きで、うん、クリーンでこそ生きるなと思うんで、はい、それがこのモデルにも実感できて、はい、すごく弾いてて気持ちよかったです。はい。はい、じゃあ次は、ドライブサウンドを行ってみます。今回はあのエデン の, あの特徴であるこのエンハンスをオンにして弾いてみました。そうですね、エンハンスがエデンの特徴だと私は思ってるんですけど、これを入れると、なんていうんですかね、きらびやかさがすごく増しますよね。あとローもすごく足されます。でちょっと、ミドルとかも、押して、元気な音作りにしてみたんですけど、エデンのなんだろうな、上品さっていうのが残ってて、気持ちよかったです。はい。はい、じゃ
最後は、スラップにあったトーンを作ってみます。今回は、このエンハンスをかなり上げてみました。でローもかなりブーストしてます。で、もう、とにかくすごく気持ちよかったです。これがエデンの音だと思います。もうずっと叩いて引っ張ってを続けたいぐらいの感じでした。で、こんだけ極端なセッティングにしちゃうと耳が痛くなったりすることが多いんですけど、このコンプがすごく優秀で、本当にちょうどいいところだけを押さえてくれる感じがして、すごく絶妙だなと思いました。さすがベースアンプを作ってる、メーカーのコンプだなっていう感じで、すごくこの音が一番気持ちよかったかもしれないです。はい。ということでエデンのテラノバを試奏しました。エデンといえば、フラッグシップモデルがワールドツアープロなんですけども、それのいいところだけを残して小型化したアンプっていう感じでしたね。すごく、小型なんですけどパワーがあるし、もうさすがにエデンっていう感じの音でした。で、特に私はスラップの音が好きでしたね。エデンのスラップの抜けは本当に気持ちよくてたまらないんですけど、スラップを多用するフュージョン系のプレイヤーとかはもちろん試してほしいんですけど、ラウドロックとかね、ギターとかドラムがもうすっごく大音量で鳴ってる中でもこの音って絶対抜けてくるんですよね。すごく気持ちいいハイドローがこう出る音色なんで、ぜひおすすめしたいです。というかいろんなジャンルの方にお勧めできるアンプです。はい、そんなとこですかね。はい、以上キヨシでした。